新社長がグミさんにした引用ツイートですね。プロ意識が低すぎるはカメラワーク最低すぎ、お店の人をさらにアングルも俺ならできた。あとは収録だから、モザイク処理もカットもできた。なのに俺が顔だけ映してくれたら商品は顔の近くに並べるから大丈夫なのに、そのアングル、まあ、アングルがよくねえ、理解できねえってこと言ってるんだよね。グミさんは閲覧過疎らしい、い配信のセンスもなく。 あれだけ俺のそれが疑問だる疑問ないしカメラ、とりあえず顔はフレームアウトしないでくれ、その一つだけのお願いすら守れない、配信者ないよって言ってるんだけど、まあ、言ってることはな分か,かるよね。俺正直グミさんの配信全然見たことないんだけど、まあ、深夜中の本心だよね、これはね。まあ、深夜中はさあの 配信ね、あの自分を映して街歩いたりとかすのうまいよね、まあ、自然だからね結構それに比べてグミさんはね閲覧過疎だしいそういうさあの物理的な,なこのセンスもな,くないし内容のセンスもないって言ってるんだよね俺の何を見てきたんだってやる気もないしカメラワークでさここでさまあ一つ俺が いいなと思ったことが深夜っちょうがさグミさんのあの容姿をさこのディスってないところはまあ、好感を持てたかなって思うんだよね絶対これみんなさあの顔が老けたとかシワがどうとかデブラのブスだのとかさそういうところをあのつ,つくでしょリスナーなんで特にさでもここでさグミさんのその女性としてのグミさんをディスってないところはまあいいんじゃないのかなと思って。 だしまああくまでも配信とはみたいなとこ,ところで、まあ、ダメ出ししてますよね何がすごいかってさあれがさ17万インプいってるんだよですごいねあの複数の、えー、いい値段の反響があるわけですよ、まあ、深夜中に密着してる囲い,いさんなんかはよくそんなひどいこと言えんねグミちゃんの配信は人間味あふれて。 温かみがあるよ、まあ、この人から見たらそうなのかもしれないけどでも実際久美さんの配信はかそってるわけじゃんでカメラアングルも悪いわけじゃんだからこれはもうどうしようもないよねなんかしょうもない一票だな深夜中打破できないと思うんだよねだから何って終わっちゃう話だよね、まあなたはそれであの楽しくていいんじゃないんですかでさ配信のねこの世界も甘くないからねこのお金を稼ぐましてこれ水商売なわけじゃん配信とかさ グミさんね全然結果出てないからまあケツ叩くしかないよねってことでしょやっちゃうかまあそれはいいんじゃないのって思うよね、えー。閲覧が多ければいいってもんじゃないでしょうが、まあ、まあ確かにさそのよろしくないやり方でね閲覧を増やしてもよくないけどだからといってグミさんの閲覧がいくつとか知らないけどさあの少なすぎてかそってさ もう、走りの棒にも、だったらダメじゃん、話だね。で、グミさん、もう長いわけじゃん。配信歴。で、深夜町の近くにいるわけじゃん。で、それじゃさ、もう、一生、このさ、なんか、ペイペイのまま、ね、うたつあがんなまま終わっちゃうじゃん。それが一番よくないよねって思うんだよね。そうやって、いつまでも他人を見暮らし、暴言、吐き続ける気なの、えー、グミちゃんも、グミですよ、失礼だわ。まあ、そうは言ってもさ、 あのなあなあなれ合いでさねあの手つないでさなんかどん底にいてもさしょうもないじゃんまあ暴言は,は意外と入ってないんじゃないどっちかっていうとさ俺ミュウ・ツーさんのさ深夜帳に対してのさ物申すっていうかさ裁判となんたらかんたらでさミュウ・ツーさんが裁判に対しての意見とか言うのは俺全然いいと思うのよあの熱心だしさ。 ちゃ,んちゃんとしたことを言ってると思うのたださ深夜中に対してさ知恵遅れがとかさ死ねがとかさ <laughs> とんでもないこと言ってるよあれこそ暴言だよねであれさえなければあのミュウツーさんの昨日のね深夜中関連の動画とかさ、まあ、最近出してるんだ深夜中が YouTube 不正利用したとかさい,いい動画だと思うんだよねちゃんと調べてさ熱量もあってさ暴言が 多いよねミュウツーさんはねあれ良くないよねマジでうん言い,言い過ぎだもんだからだからグミさんはさあれなんだよね今のさこの状況が見えてないんだよねだからなんならさこのミュウツーとさこの張り合っていくとかさ競り合っていくとかすればいいんだよそしたらさ湧くじゃんだそれができないのもさ起点効かないよねと思うんだよねまあグミさんがねミュウツーさんのことをどう思ってるのかは知らないけど でも少なからずさあのミュウツーさんは新八丁に対してオラオラなわけじゃん。で、まあ、ちゃんとした意見も言ってると思うけどでもすごいねあの攻撃的じゃん。対してね、グミさんがどう思ってんのかどう出んのかっていうのはさ見ものじゃん。そこさ前へ出ないのもよくねえなと思うんだよね。それこそねあの閲覧とかさ配信者として伸びるチャンスやん。この結局深夜 と慣れ合いなあなあとかさなんかねこのし,しみったれた感じでさいつまでも続いちゃってるからまし、あ、やちゃんもそういったんじゃないのって思いますけどね出るとこ出ろやって思うんですよこれも気になったね、えー、ちょっと黙今まで黙ってたけどグミさんのことをそんな風に言うのは許せない どんだけおっっになってんので確かにあのグミさんはさ一生懸命、この新野庁の家政婦家事の手伝いしたけどそれとさ配信者としてさ戦っていくその土俵、フィールド、ベクトルっていうのは違うじゃんだから、ね、新野庁もおっしゃいしてくれたことに関してはグミさん、ありがとう、助かってるよだってグミさんのことを家族として認めてるって法廷で言ったんでしょ。 それとねグミさんが配信者で活躍していく生き残っていく成り上がっていくってことは別じゃんそんぐらい分からへんほらって思うけどねだこういうのがさ女ってほんと分かんかねえんだなって思いますけど、ねまあそれでグミさんもグミさんにさ「まあ、やっちに怒られちゃったようわん」とかさ「はいごめんなさい」っつってさ、まあ、もちろんさ、まあ、配信者のこの土俵での話だったらまあこれでいいと思うんだけどさでもグミさんはさ もう裁判の場でさ、新八町の監督管理をする責任者ですって言い切ったわけじゃん、水、ま、戸、あ、さんの話をね、まあ尊重するとね。ならさ、新八町とこの上下関係でさ、常に上になってなきゃいけないわけじゃん、こんなこと言ったら新八町に嫌われたらどうしようとかさ、なんかそうう弱腰じゃだめなわけよね。だって親、家族親みたいなね、責任者、保護者みたいな。 自分でで言ったんんしょちゃんとだからそこがさもうごっちゃごちゃなんだよねだからこれだとさ、まあ、ミューツーさんにさポ、まあ、ロクソグミさんが言われたとしたらさグミさん何も言い返せないよだってそう言われてしまう要素があるもんだからそんなさ、まあ、ミューツーさんはシニア長に対してオラオラで攻撃的なんだからさ競り合っていく姿を見せなきゃいけないわけじゃんグミさんは、まあ、それができてないよねしっかり上下関係で。 上じゃゃななきいいけないわけわよ。でもはいごめんなさいやっちゅうに嫌われたらどうしよう思考になっちゃうんでしょそれだからその裁判所でもさ「いやあなたが責任者いやそれはねあの、無理があるダメなんじゃない?」って言われちゃってるわけじゃんってことでさもうごっちゃごちゃなんだよねこの配信者としてどうなのかとかだからグミさんはとにかくさこの新やっちょうがあのまあ、乱暴なねこのディスりみたいなネガティブなこの SNS の発信をさせることをさ阻止しなきゃいけないわけじゃんでもそれできてないよねそこもごめんなさいだよグミさんはでこう深夜中にねあの配信者としてのどうたらこうたらでさごめんなさいでさしっかりしろって話だよね別に俺グミさんのことさ嫌いとかムカつくとかないけどあまりにもこれちょっとね目に余るんでちょっとこん今回動画にいたしましたではどうもありがとうございました